どうもこんにちは。気になる男の第107話になります。106話の方ね、タカさん送っていただきましてありがとうございました、えー。今回はですね、2部構成でお届けしようかと思います。まあ、1つはですね、儲かる仕事ってご存知ですかっていうこと。で、第2部は、脱初心者。でもまた初心者戻りということですよね。えー、そして、おまけとしてですね、タカさんから、まあ、いただいたメールについてちょっといろいろと思うことを話していこうかと思います。よろしくお願いします。 まずですね、儲かる仕事ご存知ですかってことなんですけども前回の私が送った105話の中で弁護士とかねお医者さんとかねそれから行政書士さんとか中小企業診断士いわゆる国家資格そして民間資格いろんな資格があって一生懸命その資格を取りに行ったり大卒っていう学歴を取りに行ったりそしてその上でね仕事を選んで稼いでいくってことになりますけども世の中ほんと儲かる仕事っていっぱいあるんですよね。 で、逆に、いくらやっても儲かんない仕事があります。お金が全然残らずに、ワーキングプアになってみたりとか、10年、20年働いていたのに、でも、貯金の100万も残らないみたいなね、とても結婚とかね、生活を立ち行くもんではないかなっていうところがあります。同じ時間で働くのになんでこんな差ができるんでしょうかまあ、それはですね、乗り物に例えると分かりやすいかなと思うんですよ。あなたは三輪車に乗って競争するんですか下駄を履いて競争するんですか 車でででで競争するんしししょょょうううかかか新幹線でしょうか飛行機でしょうかどれを選びますかってことなんですよね。まあそうすることによって一日一生懸命前に進むのでも全然進み方に差ができてしまうんですよだから人は学歴というレールに乗ってみたりとか資格っていう乗り物に乗り換えてみたりとかするんじゃないかなと思うんですよね。まあでもね残念ながら飛行機に乗ったからといって運転方法が悪ければ墜落してしまったりとかねやっぱ失敗してしまったりとか。 うん、場合によってはせっかく飛行機に乗ったのにその扱い方がうまくいかないから自転車よりも遅いみたいなことも起きうるんですよねこれが世の中のまあ、皮肉と言いますか100点満点満ででも不合格がありえるよよ。ことなんですよ有利だから有利になるとは限らないというねまあそんな言葉も即座塾の中にはありますけどねさあ儲かる仕事ちょっと思いつきましたかね何が儲かる仕事か分かります あの、YouTube をテーマにお話してますんで、私の回答としては、YouTube ってことしか出てこないんですよ。ね。弁護士さんのお給料ってどのくらいありますか知ってますかね高そうですよね。年収1億って人もいるでしょう。でも、年収2、300万って人もいるのも現実です。お医者さんどうでしょうかお医者さんもピンからキリまでかもしれませんけども、でも、給料高そうですよね。年収1700万っていうお医者さんの知り合いを私持ってます。 あとはね、総理大臣、どうでしょうか。年収が4000万と聞くこともありましたけども、3000万くらいかな、2000万くらいかな。まあ、詳しくはわからないんですけども、結構高そうですよね。で、こういった、いろんな職業よりも、給料が高い、報酬が高い、そんな職業なんですよ。YouTuber っていうのは。ね。ヒカキンさんとか、ヒカルさんとか、その他、はじめ社長とかね。 そういった方々の YouTuber としてトップレベルの人の年収を引き合いに出すまでもなく無名なんだけども稼いでる人って結構いるんですよ。じゃあねとてもじゃないけどもチャンネル登録100万人とか10万人にも行ってないんだけどもでも1万人そこそこの私の収入まあこれをねちょっとお知らせしましょうかまあいろんな問題があってはっきりと申し上げられないところがありますけども一つの例を申し上げますとね 速化塾という30万円のコンテンツが一番売れた1ヶ月があるんですよ。それが2018年の1月です。セールス動画がたった1本、45分の動画の中で、適当なことをね、40分喋っていて、で、最後の5分でセールスをしてるんですよ。この1本の動画、サムネイルは、この動画はセールスが含まれてますので、セールス受け付けてない方は絶対に見ないでくださいっていうふうにしてるんですよ。 だからセールスがありますよと、高額塾ですよっていうふうにサムネイルでものすごく目立つように書いておいて、それが3000回回ってるんですよね。えー、そして出た売り上げが400です。30万円が400本売れました。1億2000万ですね。これが私の月収になります。で、実際は分割払いを認めてるってことでもありましたんで、実際の借金ベースでは、まあ、2000万ぐらいなんですよ。これが月収です。いかがですかね まあこういうふうに考えていくと私ぐらいの1万人ちょっと超えたぐらいのチャンネル登録そして再生数も、まあ、当時はね結構ありましたけども今の再生数見たらそんなにびっくりした再生数じゃないでしょでも総理大臣やお医者さんや弁護士よりも高い給料なんですよでこういうふうに有名ではないし見えてもいないんだけども年収の高い YouTuber ってゴロゴロいるんですよね これをちょっとね、頭に入れておいていただきたいと思います。さらにですよ、私は YouTube を若い頃からやっていたのかって、そんなことはないです。40になるまで、インターネットの命とも関係がありませんでした。パソコンのパの字とも関係がない人生。まさに30代は、麻雀店のオーナーとしてやってましたんでね、麻雀しかやってこなかったです。開けてもくれても、麻雀牌を掴んで、そしてお金のやり取りをする。まあ、そんなね、いわば、うん。 あままり人に言えなないいようなね道をを歩ててきました胸を張って私は麻雀店勤務でですすってなかななかか言えないですよねまあ、私はオーナーだったんでそこそこね、えー、かっこよく言えたのかもしれませんけども「マージャン店経営してますよ」っていうふうにね言えたのかもしれませんでも赤字続きのとてもじゃないけども人気の出てるようなマージャン店ではありませんでした10年間ぐらいやってきて顧客名簿を見ると1,500人のお名前が書いてましたねつまり 10年間かけて1500人のお客様と一緒に歩んできたってことになります。非常にそれはありがたいことだと思いますけども、YouTube で1500再生撮ろうと思ったら、私の場合は1日ですね。動画をたくさん上げてるのもありますし、中にはブレイクするのもあります。そうすると大体1日で1500再生は簡単にクリアするんですよ。どうでしょうかね。10年間で1500人のお客様と、たった1日で 1500人以上の視聴者さんいわゆるお客様ですよねそういう方とのつながり YouTube ってこういうふうに全然速度が違うんですよだからいつまでたっても店舗経営でね利益にたどり着かないのは当たり前ですよねしかも麻雀業界ってどんどん縮小しているところですから私も麻雀業界のデータをずっと調べながら経営してましたけども3年でその規模が4分の1ぐらいになるんですよ麻雀店はどんどん潰れていって 新規オープンのところってのはほとんどないとそんな感じですいや私も経営してる最中にね何店舗も麻雀店閉めましたねうちが残ってるのが不思議なくらいでしたなぜなら赤字でもやっていたからなんですよはいそして私は40を過ぎてインターネットが儲かるらしいということでパソコンを買ってそっから始めました最初のパソコンは12000円ぐらいで買った中古の Chromebook っていう機能がほとんどないやつでした そのパソコンで1億円稼いでるんですよ。3年間でね。ね初心者から始めて、40過ぎて始めて、3年間で1億円稼げる商売ってなんかありますかね弁護士やお医者さんって、結構小学生や中学生の頃から勉強を積み上げてきて、その延長線上にあるんで、さすがに40過ぎてお医者さんになろうかなと思っても手遅れですし、総理大臣になろうかなと思っても結構きついですよね。でも、 単月で言っていいなら、もしくは単年で言っていいんだったら、私は総理大臣よりも年収があるんですよ。まあ今でも、まあ、似たようなもんかもしれませんけどね。一年間で総理大臣を辞める人がいるって考えると、総理大臣時代の所得と私の YouTuber としての所得、一年間で比べることもそんなにおかしくはないと思うんですよ。私の方がもしかしたら言ってるかもしれないですね。と考えると、 他のユーチューバーさんも有名ではないけども結構稼いでるんだろうなってことが考えられますただし稼げてるユーチューバーさんってのはほんの一部ですよほんの一部ですなぜならほとんどの人大部分の人が勝手に辞めるからですよ誰も止めてないのに辞めるんですよ辞めなければその先に年収1000万1億ってのがあるのに辞めちゃうんですよねでも他の仕事で 年収1000万1億って仕事、なんかある、あるんですかねしかも年収1000万1億っていう仕事があったにしても、YouTuber ってのは、特に拘束されてるものは何もないんですよ。うん、私の暮らしを見ていて分かると思いますけども、やることがないから YouTube 撮ってるようなもんですからね。売り上げに追われて YouTube やってるわけでも何でもないですからね。再生数やチャンネル登録なんて、ほとんど関係なく私は活動させてもらってます。でも、成り立つんですよ。 これが YouTube の世界です。さあ、そして、今回のお話の第2部ですけども、初心者を脱したのに、また初心者に戻っちゃうって人がいます。これは一体どういうことなんでしょうかお話ししますとね、確かに前回タカさんがね、5秒の動画撮ってみましょう、みたいな感じで言われてました。非常に救いになる言葉です。5秒の動画で空を撮って、で、アップロードする。まあ、脱初心者と言えると思います、これは。 でも脱初初心心者者をしたたのにまた初心者に戻るこれはどういうことかっていうと5分5秒か5秒の動画を撮りましょうって言ったら本当に5秒の動画を撮るんですよでそれは取っかかりとしてやりましょうって意味なのに1ヶ月経っても2ヶ月経っても3ヶ月経ってもそれだけやってるんですよいやさすがにそれでは稼げないでしょうってことにこれ気づきませんかねってことなんですよアクセスは確かに数百数千と取れるかもしれませんけども 5秒の動画で一体誰に何をセールスするんですかねつまりどういう売り上げが上がると想定されるんですかっていうふうに今度はその5秒の動画を撮れるようになった人に聞いてみないといけないと思います。さすがに無理ですよね。確かにたまたま何だろうと思って短い動画だしって感じで見る人がいる。それがショート動画のアクセスの高い理由なんですけどもでもそこにはですね何かしらの問題解決を求めて この人だったら解決してくるのかもしれないと思って見て見るわけではないんですすすよ。よ全然そのククリックする動機が違うんですよね。もう自分の悩みに解決をもたらしてくれる人は誰だろうと思って検索して検索してこの人だったらどうかなみたいな悩みの末に行き着くっていうものではなくってなんとなく再生するっていうところなんですよねいわゆるノリで再生するんですよでも再生数が取れちゃうんでそこをやめられなくてそこをねずっと続けちゃう人がいるんですよつまりは思考が初心者になってしまうんですよね で、どのくらい活動しましたって聞いたら、やってますよ毎日5秒動画上げてますっていうふうに胸を張るんですよ。これが、まあ、1週間目だったらいいですよ。1ヶ月経っても、3ヶ月経っても、それをやってます。で、さすがにそういうことはないんだけども、何ヶ月経っても売上げの上がらないような動画を上げ続けてることに気づかない。やってる本人が。これがまさに、脱初心者をしたはずなのに、 ままたた初心者に戻っっちゃいましたねってことなんですよつまりは活動と意識レベルっていうのがあると思いますけどもやってることをやっても改善しなければ意識レベルは初心者なんですよってことになっちゃうんですよねもちろん今までやらなかったことをやるようになったその5秒の動画を上げるようになったのはそれは立派ですよ0から1と言ってもいいでしょうでもその0から1も相対速度っていうのもありますから他の人が活動すればその0から1もどんどん埋もれていって ゼロに近くなっちゃうんですよ。じゃあいつになったら商品を売るための動画を作るんですかってことになりますけども、それはですね、プレイヤー自身が決めるんですよ。いつまでに稼ぎたいな。今年こそは100万稼ぎたいなと思ったら100万稼げるような工夫と努力をしないといけないんですよね。場合によっては数を稼げないといけないんですよ。戦略的に頭を使っていかないといけない。それなのに、例えばね、雑談ライブをやってますと。 雑談ライブを何回やっても売り上げにはいかないんですよ。なぜなら自分の商品を紹介してない、商品を売るための集客をしてない、商品を売るための販売をしていないからなんですよ。この三つ、商品作って、集客をして、販売をする。これをやるから売り上げが上がるのに、これをやらないってことは、せっかく初心者を出したのに、また初心者に意識のレベルが戻ってしまうってことなんですよ。やることに酔いしれてしまうってうんですかね。やっただけじゃダメなんですよ。 だって、稼ぎたいわけでしょじゃあ、お客様、視聴者さんにお金くださいって言わないといけないんですよ。じゃあ何をもってお金をくださいっていうか、このサービス、この商品を持ってお金をください。なぜなら普段私がこうやって YouTube で喋ってること信用できるでしょその先にある私の商品ってもっといいですよっていうふうに売り込んでいかないといけないんですよね。商品ってのはたまたま売れるわけではないんですよ。売れなければ別の角度、別の工夫をして、 視聴者さんんの悩みにアプローチしていいいいかないといけなとけですよその悩み解決ができますよ喜びを提供できますよ幸せになれますよっていう風な要素を盛り込みながら戦略的に話していく伝えていく包んでいくサポートしていく試してもらうこの繰り返しのせいにやっと売り上げがあるんですよねじゃあ5秒の動画を上げ続けて売り上げが上がるってどういったことが想定されますかってことなんですよもちろんこれ5秒の動画を否定してるわけでも何でもないですよ やるのは素晴らしいいと思いま,すまずはその第一歩を示すことなんですよ。でも、その次はどうでしょうかと。指示があるまで待ってるんですかと。稼ぎたいのは一体誰なんですかと。稼がせない人に責任があるんでしょうかそれとも、稼ぐために自分で歩みを選ばない。そこに原因があるんでしょうかいつも自分の内側に対して自問自答する。それがビジネスで稼ぐってことなんですよ。誰かが教えてくれなかったからとか、先生が注意してくれなかったから、誘導してくれなかったから。 だから稼ぎませんでした。一体誰の稼ぎを作りたいんですかってことですよね。学校じゃないんですよ。人からものを教わる。確かにそれは大事なことですけども自分で学んでいくっていうところと同じだとは勘違いしないことですよね。自分で学んでいくをしなければこれは稼げるわけがないし稼ぎ続けることは不可能なんですよ。なぜなら丁寧に人が教えてくれるっていうことはまあ一時期はあるでしょうけどもさすがにですね ずーっとその人におんぶに抱っこしないと稼げないってことでは、これはね、授業してるとは言えないんですよね。どんな時でも、教わったことがなくても、自分で選択肢を作り、自分で回答を求めていかないといけない。まあ、それが、稼ぐってことなんですよね。はい。ということで、初心者に戻っちゃダメですよ、と。初心者を出したんだったら、出した、その初心者ではない行動と作業レベルに意識を高めていかなければ、 いつの間にかまた初心者と似たようなものになっちゃいます。ですので YouTube 活動をね、一生懸命続けて、5ヶ月半年1年、それではっきりとした何十万という売り上げが立てらない場合は、かなり反省した方がいいと思います。もちろん、いつか稼げればいいと思ってるんだったら問題ありませんけども、いつになったら稼げるんだよって少し思うもんだったら、それは稼ぐための何の工夫も努力もしてないってことなんですよ。何の努力も工夫もしてないっていうと、またね、 上げ足を取られるかもしれませんけども、やってはいるけど稼げるほどではないでしょってことが証明されてるってことに、自ら気づいていかないでしょと。自ら気づいていかなければならないでしょってことですよね。はい。ということで、一通りお伝えしました。はい。それではね、あとはね、メールでいただいた文章に補足動画として答えていきますので、今回の動画は以上でございます。あと2本目の動画をね、参考までにご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。え今回、気になる男シリーズ107話、これで完了でございます。 それでは補足動画でお会いしましょう。